乾杯をもっと美味しく札幌ソラチレディオ地平線のその先へ世界の可能性を広げる冒険家たちそんな冒険家をゲストに迎え冒険の旅路や目指す未来について語り合うトークセッションですということで第2回ソラチレディオいよいよスタートいたしましたこの番組はソラチ1984のキーワードでもある冒険をテーマに 素敵なゲストをお迎えし人生における冒険についてお話を伺っていきます番組の MC を務めますそらちファン札幌ビール株式会社の堀内ですそしてホストを務めますのは札幌ビールそらち1984ブリューイングデザイナーの新井武史です新井さんテーマが、まあ、冒険ということなんですけれども、はい、最近冒険されてますかそうですね、あのー 案外ですね、えー、いろんなところに出張に行けるようになってきまして、はい、の6月、実は北海道とあとは東北の岩手県にですねちょっととあることで行ってきたんですよね。でそのとあることというのがこの空知1984にも絡んでいるんですけどもあの使っている空知エースというホップですね日本で生まれたホップなんですけど実は今アメリカ産が大部分ということもありまして。 個人的にはですね、やっぱり日本で生まれたソラチエースというホップなので日本産、まあ、これを使っていきたいなというのをあの2019年に発売してからずーっと思っていたんですけども今年ですねようやくそこに向けて大きな一歩を踏み出せるということで、えー、北海道の上浦の野町というところと、えー、岩手県の軽米町ここでですねあの国産のソラチエースの生産を、まあ、しかも大規模生産を開始するというようなことのイベントに行ってまいりまして、まあ、冒険に に向かって一歩踏み出せたかなというようなうんそんなあ感じでございます。そらチ1980にとっては本当に大きな一歩ですね。そうですね。はい、<ー>そうしていきたいなと思ってます。楽しみです。本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。では今回のゲストをご紹介いたします。落語家の林やつる子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 まずはプロフィールのご紹介させていただければと思いますけれども群馬県高崎市出身新しい目線から落語を描き直す試みにも意欲的で古典落語の登場人物であるおかみさんやおいらを主人公にしてその視点から古典落語を描く挑戦をされています2024年3月に新ち昇進が決定女性の抜擢昇進は落語界初となります ということでおめでとうございますおめでとうございます嬉しいです発表が今年の春だったかなと思うんですけれども、はいはい、あの昇進っていうところがあの来年の3月というところで、えーはい、まあ結構それまでにこう準備とかそうですね大変なんですかそう,です、ね、そうなんですあの本当に発 発表されたのは今年の4月1日だったんですけども、はい、まあそこから来年に向けての準備というのがあの、まあ、着物ですとか、まあ、帯そういうあの身につけるものの支度もそうなんですけど、うん、こうお披露目に向けて その後ろ幕ですとか上りなるほどというのを準備していったりあるいは真打ちに昇進しますっていうその、まあ、いわゆる披露パーティーというのもその前に開いて<ー>でお客様にあの知っていただいてご、えー、招待をしてでそれで寄席にお越しいただくでまた寄席が始まってからはこう45日間ですかね、あのー、もう鳥を って私ともう一人三遊亭万丈君という話家さんと一緒に二人で今回昇進させていただくので彼と一緒に交互に鳥を取りながら講義を続けていくというのが始まるのでもちろん話の準備もありますしその身支度の準備お客様へのお知らせの期間というかそうなんです45日間連続で。 ずっとやるんですかそうです、ね、はい残りの最後はですねちょっとこう国立演芸場さんというところの主催なのでちょっとこう日をまたぐんですけど最初の40日間というのがあの上野鈴本演芸場と新宿末広邸浅草演芸ホール池袋演芸場でここが、まあ、今も 365日毎日寄せをやってるっていう小屋なんですけど寄せ小屋なんですけど、まあ、ここでこう10日間ずつは<ー>、はい、毎日です、ね、毎日ですかか日何回回とかある1回ですか。 そうです、ね、あの講座自体はこうあの「というあの番組になるので師匠方もお出になられますし色物の先生もお出になられる通常の予選の中で初めてそうですねこう私と万寿くんが鳥を取るという、まあ、それまではこう2つ目という身分なので。<laughs> 距りを取るというのはできないで、その視聴方がワっと出る番組の一番最後に初めて出させていただけるということなんですね。そうなんです。これができるのが新内になってからで、はい、で新内になりますと、まあ先ほど言いました上りとかもこう寄せの前に飾っていただいてできるようになることが増えるんですね。あ、なるほど、それはなんかは嬉しいですね。 そうですね。目標にもなりますよね。なんかこうよくお相撲であの上りがやれると思うんですけど、やれがあの鳥のあの師匠のその名前で上りが入り口にあの木戸口に立つんですよね。だからその上りをめがけてお客様があの目印にもなってるんですね。あなるほど。これはすごいよくわかる。だからちょっとプレッシャーもとてもかかるんですけど。はい。 嬉しい機会ですねすごいちなみになんですけど、はい、その昇進しますっていうのってどうやって伝えられるものなんですかあそうですよね私たちはあの落語協会 というところに所属をさせていただいておりまして、まあちょっとあの教会によってもあの私のうん、うん、あの出方っていうのはちょっとずつ違うんですね。私たちが落語教会、うん、で落語芸術教会、あるんですか？そうなんです。手、ね、川流、円楽一門といろいろあるんですけど、まあその中で。 私たちがであのうちの場合ですと理事会というのが毎月1回行われていてその理事会の師匠方あとはあの事務局長様、うん、皆様というのがあの毎月話し合いの場を持たれていてそこで真打昇進ですとかあるいはあの2つ目昇進、うん、じゃちょっと見習いから前座にあげるですとか、まあ、そういった なんでしょう、昇進のお出しをいつ出すかっていうのもそこで話が、そうなんです。ただそのあのお話っていうのはいつ出るかが私たちは分からないので、このタイミングでその話しましょうじゃないんですね。うん、はい、そうです。私たち、えー、まも全く知らんない。ああ、神次郎みたいなイメージがありまし 我々はれ春秋とかあるんで <laughs> このタイミングで動くぞがあるんですが、ねまああのー、だいたいそうですねあの、うん、春秋に、まあ、もちろんこの昇進の話が出そうっていうのはあるんですけど絶対ここだっていうのはちょっと私でも読みきれなくてそ,な、ね、そろそろかもねって言ってる頃であったんですけど、えー、そうただ本当に突然でした。えーはい、私の場合 はそのまあ理事会がまあそのまあ3月ですねに行われてでその日の多分理事会が終わってすぐに師匠からご連絡があってえで実は真打昇進の話が今日出たということで,で先ほどちょっと堀内さんからご紹介いただいたその抜擢昇進というあの形でその今回話が上がっ っていうのを電話口で師匠から聞きました。そうですね。まずははい師匠から本当にびっくりしましてはいはいあのまさかそんなねこうお達しをいただけると 本当に思ってなかったので。そうですよね、だいたいこうどのタイミングかもわからなかった、なおさらこう。ですよね。師匠から最初に言ってくれるってなんかいいですね。そうです。はい、はい、あ、二つ目の時もそうだったんですけど前座から、あの、二つ目に上がるって時もやっぱり師匠のお電話で。はい、だか忘れられない。日ですね。はい。 はい、じゃあちょっと興味深いお話をすでにたくさん聞かせていただいてますけれども <laughs> ぜひですね今日たくさんちょっとご質問させていただきながらトーク進めてていいきたいなと思っております,、はい、りま,すまずですね、まあ、この番組のテーマ先ほど申し上げたようにまあ冒険ということでございまして、はい、まず最初にお伺いしたいんですけれども鶴子さんにとってのその冒険とは一体何でしょうか、はい、そううですねもうあのー 毎日のこう日々の講座、それそのものがなんか冒険だなと感じております,なるほどですね。はい。一日一日違いますよね。そうなそお客様も,もちろんでしょうけど、そうなんですうん <laughs> そう。おっしゃる通りで、あのー、やっぱり対お客様の商売なので、あのー、まあどういうお客様がいらしてるかっていうの本当にその時の。 講座で全く違うの先ほど言ったその寄席というところもあの今でも毎日こうやってますし私たちも入らせていただく時はあの何日間連続ですとかあの何日間も同じ場所に出るっていうこともあるんですけどやっぱりその日にあの、まあ、その日その日で全く雰囲気っていうのが違うのでだからもう。 あのよくやっぱりねこう緊張するんですかしないんですかとか聞かれるんですけど本当にいつも緊張して <laughs>、ね、本当にうその時にしかお客様のおって上がるまでわからないのでで,、ねはい、でもそこでこうなんでしょうあ今日はこうできたなとかなんかこ,うこの挑戦が一つできた とか,かこう、えー、それをクリアできたかどうかなっていうのを常に感じているのでやっぱりなんかこう「冒険」っていうワードを聞いたときにあやっぱり講座だななと思いましたるほどそれこそ何かこの一日一日上がる中でうん、うん、今日はこういうことやってみようみたいなのってあるものなんですかうん、うん、そうですね そうこの同じ話でも今日はちょっとここの会話なので「好、はい、楽語」ってやっぱり登場人物たちのちょっとここの,あの登場人物のリアクション受け答えをちょっとこういうテンションにしてみようとか今日はこうしてみようあの時こうだったからこうしようとか実はちょっと細かいところを考えてみたりしてますかね。 あとは結構そのまあ落語ってまあやっぱり昔のものっていうイメージがやっぱりどうしても強いと思うんですけどでもこれは昔から師匠方がこう何というか試行錯誤を重ねてらっしゃるところであのんでしょうこう今起きていることなんかこう でしょう時事ネタですとかそういうところを話にちょっと入れ込む師匠方もおりますしあるいは枕と呼ばれるその落語の導入部分のところでそういうものを取り入れながら落語につなげたりですとかということがあるのでだから本当に生ものというかそうですねだから話自体もちょっとずつですけど進化を させていきながら話してる。よりより面白くなってるというよりこのそのその世の中に合わせていてそんな感じなんですか。そうだと思います。はいはい。割とこうあの柔軟さのある伝統芸能だなと私自身も感じてますね。ほどですね。いや深いですね。すごいですね。や毎日ってまあなんか。 全力挑戦みたいな。<laughs> ああそうですね。全集中ですね。本当にあ全集中ですね。<laughs> 鬼滅大好きです。<laughs> YouTube で拝見してる。ありがとうございます。<laughs> そう鬼滅の刃の世界観も本当にすごく好きで、うん、<laughs> あれもなんかこうなんでしょうねあれあれもあの作品も結構登場人物がずーっとこう挑戦というかう、ね、冒険を続けているとか、毎回挑戦して、はいね、だからそういうものに。 鼓舞されて、なんかこう頑張ろうっていうところもあるので、だから私本当にソラチさんのこのビールのこう生まれたうん、うん、あのね誕生のストーリーも見させていただいてるんですけど、すごい共感したんですよ,よ本当に。だ <laughs>、はい、かもういや恐れ多いんですけども、あの少しずつこうあのどんどんこうこっち努力を重ねてうん、うん、でそれがどこかでこうパッと 知られてこう広まっていってまた新しい挑戦を重ねていくっていうところが、ああそうん、あ、はいはあ、うこうあるべきだなあ,ありがとうございます。なんかそこまで見ていただいてて、い面白いですね。えー、もう全然多分もちろんその落語とあのビールとっていうのは全然違うもちろんジャンルだとは思うんですけど、あこういうところであの共通点があるんだなっていうのが、はあ、私自身もなんか。 嬉しかったというか、うんはいやいやこちらこそ、はい、そいや、はい、それこそあのまあこのスワッチレディオに来ていただく方ってなん、はい、で来ていただけるんだろうなって思う方すごく多いんですよねあの <laughs> いやいや,のいや,いやものすごくこうその道のプロフェッショナルでもちろん、はい、まあ、その有名な方でもあるしすごい努力もされて冒険もされている方なので、うん、来てもらいたい 方たちばかりなんですけど本当に来てもらえるっていうのがなんかいつもすごく嬉しくてで大体企画をお伺いする中でうあのそういうお話とか、はい、そのブランドのコンセプトとかやってきたこと、はい、みたいなところに共感とかしたんだよねって言われたりもするので、はい、なんかすごく嬉しい感じですね。<laughs> いやいやいや 本当にあの勇気を感じ <laughs> ます。ソラツイッチ98も本当挑戦続きの本当ブランドだなと思うので、うんはい、そうですね。いいけどまさに日々挑戦ですね。はい。はい、大切な気持ちを。<laughs> <laughs> 大切な気持ちを。確かに。<laughs> ちょっと忘れがちな日々、ね、生きてると <laughs>。ただただ生きてると忘れがち。いやいやいや気持ちなので。落語。 っていうとやっぱり、まあはい、まあイメージだと男性の方も多いようなところもありつつ、はい、なんか話好きな人って女性の方も多いなっていうのはずっと思っていてそう,、ね、そう考えた時に、まあ、多分昔はもう男性がっていうのがあったのでそうなってきたのかもしれないんですけど、はい、なんかこの女性の話し家さんがこうどんどん上がっていくとか、はい、あの世の中に見えてくるってすごいこう当たり前、はい、今,の今の世の中からすると 普通のことのような気もしつつ、はい、まあだいぶ前からもやられてるじゃないですか。えー、その中で、多分いろいろご苦労されたこととか。なん、えー、だろう、やってやろう、やってやるぜみたいな、そういうような思いとか、いろいろ持たれてたんだろうなと思っているんですけど。はい、どう、どうですか、その辺はあ。ありがとうございます。原さん、でも、そう、なんか、そう、新井さんからおっしゃっていただいて、すごく。嬉しくて、<laughs> あの。あ、そう、それが、こう、今。は。 こう当たり前って思っていただける部分もあるんだっていうのが今すごく私は嬉しくてそうなんですよね落語ってやっぱりその男の方が築き上げてきた伝統芸能ですし私もその古典落語を初めて聞いてあ面白いと思って、うん、でその「 まあ、弱江戸時代とか、まあ、それぐらい昔から生まれたその男性の潮方が作ってきた古典落語っていうのが面白いなと思って興味を持ってこの世界に入っているので、まあ、もちろんそれがまずはその古典落語が大好きっていうのが大前提にあるんですけど,うん、うん、どでもそうなんですね原井さんがおっしゃった通りでこう。 女性がもちろん落語が生まれた時代には落語家で活躍してなかったんでですよねもその時代にもしまあこれはもう言ってもありえないことなんですけどもしその時代に女性の落語家がいたら例えば女性のこう 感情でこう描かれた古典落語とかっていうのがあったんじゃないかなって思うんですよね。で私落語の魅力って何かまあ、これは自分も感じてること <laughs> 感じたことなんですけど <laughs> うん、うん、あ今でもわかるいうかうう昔の話なのに,確かにあ今でも笑えるとか。なるほど あと登場人物たちが感じてるこう結構なんつ辛い境遇に置かれてる人物とかも出てきくるんですけど、まあ、それが成り上がっていくですとかちょっとこうあの私は逆転してこうしかもそれを笑いに変えるっていうお話も結構あるんですけどうあそういうのを聞いて共感できるなんか今に置き換えてあ自分もこういう感情だなあるな分かるなっていう。 ところががあるのがすごく魅力だなと思って,いて、うん、だからこう人の感情ってそんな昔から出てくるんだなってうでいうところがあのまあもちろん武士とか侍とかおらんとか今いらっしゃらない、ね、職業の方っていうのは出てくるんですけどそれでもあ分かるなっていう感情って落語の中にすごく残ってるので。だからこそなんかこうその 時代を生きたやっぱりこう女性たちっていうのもおそらく今をなんか生きるこう私たちとこう何ら変わらない感情をまあきっと持ってたんじゃないかなと思うので,うで、ね、まあ状況とか,かその立場とかはもう全然身分制度とかも変わってますし <laughs> まあそれは理解できないあの部分もあるのかもしれないですけどそれでも感情って変わらない部分何かあったんじゃないかなと 思うとそういう女性を取り上げた部分っていうのが少ないっていうのはなんかもったいないことのように思うですよね。男性女性大体半々って言われている男性のこの気持ちしか代弁してない状態なんですね。もちろん女性が登場する話もありますし主人公の話もあるんですけどまあ中にはあ これ本当におかみさんこう思ってたから。なるほど。なるほどですね。それは、都合が良いかな、これ。なるほど。なるほど。なんか、そうですね、こう深掘りしてみたいなっていうところは。あったりしたんですよね。まあ、まあ、もちろん、この古典落語が大好きなので。まあ、それをこう、大切にしながら。なんか、ちょっと、こう、そういう。 あの見えなかった部分を足していくっていうのをしてみたいなと思ってましてそれやる時ってど,、はい、どんな感じでやられるんですか、えー、その今までこう語られてなかったおかみさんの気持ちとかをイランの方の気持ち、えー、こうだったんじゃないかみたいなのってなんかものすごい妄想される感じなんですか <laughs> あそううですそうですあの言ってしまうと <laughs> まとずは妄想る私もあのこの挑戦、えー そうですね。本当に、あの、些細なきっかけで、今、今、これこそ、こう、あの。こういう思いを、あの、伝えさせていただいてはいるんですけど。うん、本当に最初のきっかけは。そうですね。ただ、ただの妄想。なるほど。あ、けど、いい<う>面白いですね。それ、はい、そこから今になってるわけですよね。そう,ねそういう形に。はい。 冒険しよう。ソラチ一九八四。